こんにちは、片川のり子です。こんにちは、浜松市長の鈴木康友です。市長、浜松市はスタートアップの支援に非常に力を入れていまして、昨年は国からのお墨付きももらいましたね、で今年度はさらにその動きを加速させる体制が整ったようですね。スタートアップというのはですね、ベンチャー企業というふうに置き換えていただいてもいいんですけども、浜松市はスタートアップの育成とか誘致にこれまで力を入れてまいりまして、昨年の11月にですね、国からですね、スタートアップエコシステムグローバル拠点、都市というのにですね、認定をされたんですね。これはアメリカにシリコンバレーというですね、スタートアップが集積をしている、ところが世界的に有名ですけども、そうしたですね、地域を日本にも作っていこうということで、日本の中4カ所指定をされた中の1カ所にですね、名古屋市と浜松市を拠点としてこのグローバル拠点にですね選ばれたんですね。これを受けましてですね、さらにこのスタートアップ施策を強化をしていこうということで、4月にはですね、スタートアップ推進課という専門の部署を設置して、担当部長もですね設けました。またいろいろアドバイスいただくですね、強力なですね、アドバイザーもですね、要請をいたしまして、これは鮫島正弘先生とですね、弁護士と弁理士とですね、この両方の資格を持つですね、この業界では大変有名な方でして、下町ロケットというですね、人気ドラマがありましてね、あの中で神谷というですね、名前の弁護士さんが登場しますけども、そのモデルになった方なんですね。この鮫島先生にですね、いろんな形でそのアドバイスやご支援をいただくということで、今後浜松はですね、さらに強力にですね、このスタートアップのですね、取り組みをしていきたいというふうに考えております。スタートアップの専門の部署ができただけではなくて、頼もしい助っ人が来ていただけたということで、非常に楽しみですね。浜松市は全国的に見てもスタートアップの進出、企業に適したスタートアップの街というふうに言えるんじゃないでしょうか。そうなんですね。浜松市はもともとですね、スズキ、ホンダ、ヤマハなど、世界的なですね、企業を輩出をしてきた町であります。でこういう企業もですね、もともとはですね、ちっちゃな町工場からスタートしてますので、浜松はですね、まさにものづくりのスタートアップの町というふうに言えるんですね。しかしですね、近年その会社が新しく起こるですね、いわゆる創業、これがですね、浜松は全国平均を下回ると有意識事態でございまして、危機感を抱きまして、でスタートアップ事業に力を入れてきたんですね。これまで培ったですね、高度なものづくり技術の集積に加えてですね、全国に誇る手厚いスタートアップ支援、またワークライフバランスが実現できる、魅力的なロケーションというですね、3つが揃ったですね、スタートアップの成長にですね、最適な街だというふうに言えるんですね。もう全国的にも良い条件がこの浜松市には揃ってますので、たくさんの起業家の方にこの浜松市を知っていただきたいですよね。実は5月下旬からですね、スタートアップに関するですね、PR 動画を配信をしているんですけども、これがですね、非常に斬新で話題になっておりますので、ぜひ多くの方にですね、ご覧をいただきたいと思います。私もね、拝見したんですけれども、攻めてるなって思いましたね。このスタートアップ PR 動画のタイトルが振り層家族と言うんですよね。ぜひ何のこっちゃって思うかもしれないですけど、見ていただければ分かるんですね。分かりますね。浜松市公式 YouTube チャンネルで公開されていますので、皆さんもぜひご覧いただきたいと思います。では浜松市が実施しているスタートアップ事業の具体的な内容を教えてください。いろんな特徴があるんですけどね、まずご紹介したいですね、特徴の第一はですね、ファンドサポート事業というものでございまして、どういうものかといいますと、ベンチャーキャピタルというですね、ベンチャー企業に投資をすることを専門にしている会社があるんですけども、浜松が認定したベンチャーキャピタルが、ベンチャー企業にですね、スタートアップに投資をした場合に、それと同額のですね、交付金を浜松が交付をするというですね、仕組みなんですね。ですからベンチャーキャピタルは、投資をするリスクが軽減できますし、スタートアップベンチャー企業ですね、資金をですね、より多く獲得できると、倍のですね、資金がですね、手に入るということで、これは非常にですね、注目をされてですね、浜松独自の制度なんですね。それから2つ目はですね、実証実験サポート事業という
ものでございまして、これ浜松は国土縮図型都市というんで、非常にいろんなですね、地域特性を持ったところが ありますんでね、スタートアップっていうのはですね、まさに新しい技術とか新しいビジネスモデルで会社を立ち上げますんで、いろいろこう実証実験なんかが必要になってくるんですね、そうしたところ に対してですね、我々はその場を提供したりですね、やっぱり実証実験するとなると地元との調整とかですね、いろんな手続きがありますんで、そういうものを伴走型でですね支援をしていくと、また資金も提供するとですね、手厚い支援です、これも大変好評なんですね。それからこれからですね、世界とつながろうということでですね、今注目をしているのがイスラエルなんですね、これはシリコンバレーが世界的には有名なスタートアップの集積地ですけども、イスラエルというのは別の観点で今世界が注目してまして、こちらいろんなですね、技術ですね、そういうものを核にしたスタートアップベンチャー企業がですね、どんどん起こっているところでございまして、浜松はご存知のようにですね、ものづくりの街ですから、これから自動車産業なんか大きく変わってくる、そういう自動車産業、次世代の自動車産業なんかとですね、このイスラエルのですね、いわゆるテック系といわれる技術系のスタートアップとは非常に相性がいいんですね、こことですね、連携をしていこうというふうに考えておりまして、これからもですね、どんどん浜松はですね、チャレンジングにですね、スタートアップ支援を取り組んでいきたいというふうに思ってるんですね。本当に手厚い支援がたくさんあるんですね、市長の一押し。ここからは浜松の旬な話題について市長に語っていただきます。市長の一押しのコーナーです。市長自ら選んだ浜松の一押しを教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。それでは市長、今回の一押しは何ですか？はい、今回の一押しはこちらです。というわけで今回の一押しは奥浜名湖ということなんですね、どうしてですかこれは？最近ね、奥浜名湖はね、もう大注目の場所なんですね、やっぱりマリンスポーツ、浜名湖というのは、マリンスポーツのメッカだったりですね、非常に環境ロケーションがいいということで、グランピングなんかも盛んになってたりですね、全国から今ですね、奥浜名湖っていうのは注目をされてるんですね、我々にとってはもともとですね、もう身近なリゾート地ですよ ね私にとっても、非常に馴染みの場所ですね。そうなんですか？そうなんですよ、若い頃はですね、高校大学時代ですね、奥浜名湖の三日日ってところにね、金水というですね、有名なですね、割烹旅館がありましてね、そこで住み込みのですね、アルバイトやってたんです、市長がそこでアルバイトされてたんですか？特に大学時代ですね、大体もう1ヶ月ぐらいね、もう夏休みほとんど長いですもんね、フルにですね、住み込みのアルバイトやってまして、そこは非常に有名なところなんで、有名人の方も結構来られるんですね。よく来てたの今村翔平さんとですね、映画監督、もうお亡くなりになられたんですけども、今村先生はですね、夏は大体ねもう本当1ヶ月ぐらい長逗留されて、そこで脚本書かれたりですね、映画の構想を練られたりということで。そうだったんですか、食べるものも美味しいですし、景色もいいですし、ビジュアルもバッチリと、あとはですね、マリンスポーツで、我々の頃はやっぱ水上スキーがね流行ってますね、本当にだから我々にとっては身近なリゾート地という感じですよ ね、夏にぴったりですね、この夏にね。そうなんですよ、最近またね、そのマリンスポーツとかですね、先ほど言ったようにグランピングだとか、最近漫画のですね舞台になったり、映画のロケ地になったりということで、奥浜名湖大注目ですので、ぜひ皆さんもね、もう一度ね、東大元暮らしやりませんけど、再発見してください。近くにね、いいところあるということですね。注目いただきたいというふうに思います。以上、市長の一押しのコーナーでした。では、今日もお時間が近づいてまいりました。市長から市民の皆さんにメッセージをお願いします。浜松市は以前よりですね、スタートアップ、ベンチャー支援にですね、大変力を入れてまいりました。令和2年度、昨年度はですね、その成果が出てまいりまして、創業数、あるいはベンチャーの誘致数、あるいはベンチャーの投資額、これは非常に大きく伸びてるんですね、また昨年はですね、国からスタートアップエコシステムグローバル拠点都市に認定をいただきまして、さらにですね、そうした環境が整いつつあります。で、国からこれから5年間ですね、ベンチャーの誘致数をですね、3倍にしなさいという目標設定がされてますので、
それと同時にですね、目標設定と同時に、国からもいろんな支援がいただけますので、我々からこれからもですね、国と連携をしてですね、さらにスタートアップ、3倍増のですね、目標達成に向けて、頑張っていきたいというふうに思っております。先ほどもお話ししました通り、浜松はもともとですね、スタートアップの街だったんですね。鈴木さんにしても本田さんにしても山さんにしても加谷さんにしてもですね、音肉さんにしても、ちっちゃな町工房から、始まってですね、それがやがて大きな世界的な企業になったということですけれども、実は今そういう大チャンスが訪れてですね、第4次産業革命というですね、産業界あるいは社会が大きく変化する時代を迎えてまして、私たちはこの変化の時代というのはチャンスも多い時代なので、これをしっかりと掴んでですね、さらに浜松を大きく産業面で発展をさせていくべくですね、これからもスタートアップ施策にですね、力を入れていきたいというふうに思っておりますので、ぜひ市民の皆様にはですね、ご注目をいただくとともにですね、大いに期待をしていただきたいと思います。スタートアップの街浜松から次々と世界に羽ばたく企業が誕生することを期待しています。はい、市長ありがとうございました。はい、ありがとうございました。